あのダンブローって何かって言ったらさ基本的には球にコンタクトで当たった時にクラブヘッドが一回こうやって沈むってことじゃん最下点より手前でボールを捉えたいなうんだってそれは多彩点より手前でみんな捉えるじゃんだって少なくともロフトがあるんだからここにコンタクトしたらボールが当たったらそのベクトルの方向は下へ向かうんだからずっと下に絶対自然にこうやって動くじゃんだってこれでロフトがあればあるほど下に動くじゃんこうやって。 ダンブローじゃんいやだからみんなアマチュアの人はダンブローってこうやって上から叩きつけることをダンブローって思ってるからそれは違ってちゃんと当たったらヘッドっていうのは一回スッて下がってくれるからまあ最低限のダンブローと言われることは起こってるんですよってことを言いたいの。